おっそら勇者、今回のコロコロとコロコロ兄貴はやっべえぞ。まずは月刊から紹介していくよ。バデーファイトが2枚ついてたんだけど、裏面がなんか違うよ。そしてデュエマは相変わらずピカピカしてゴージャスい、からのこれだ。特別定価見ない特別定価530円、530円でなんと5656円分のブレイポイントがゲットできるんだ。こいつはたまげだ。びっくらこいただ。しかもこれコロコロ一冊ごとに違うブレイクロールがついてるらしいからわかるよね。戦いだ。大きいお友達の戦いが始まる。すごいよ。530円で5656円分ゲットできるわけだから、引き算すると、時間がないから飛ばしていこう。なんだっけ。あ、そうそう。先月号から始まった、ベイブレイドのプラティがもらえる引き換え券。引き換え券がまたついてるのと、これじゃないな。なんだっけ？いいか。月コロはこんなもんか。月コロはこんなもんだな。じゃあ次行こう。コロコロ兄者。コロコロ兄者が、デュエマのベイブレードのカードがついてたり、バーディファイっていうのは、なんか CM でよくやってる。バン、バン、バン、バ、バ、バン、バ、バン、バン、バン。まあいいや。そしてこの、最近よく見るあの人。あの人の絵だ。この独特な目。独特な目の、あの人の、リクロス、バディファイトじゃない。と、よいしょ。レッツエンドギャーのファイル。裏面は、アニメバージョンと。相変わらず。すごいコロコロしてるよね、小さいメンバーは。コロコロだからか。なるほどな。そしてと。あ、そうそう、コロコロ兄貴、コロコロ兄者が、4ヶ月に1回から3ヶ月に1回になったんだ。で、おっと、危ねえ。エッチなのか乗ってしまうとこだった。よいしょ。はい。ベイブレード総選挙だ。バク転のベイの、好きなのに投票して、いや、ちょっと待ってくれよ。サイゾーに投票、投票、とかするとか、どんだけマニアックなんだ。いや、ネタ枠で、いや、トライピオが完全なネタ枠だ、俺。バースト仕様になって帰ってくるかもしれないよ。いや、でも、どうせだったらいいやつにしよう。ね。まあいいか。あとなんだっけ。ああ、そう。Let's and Girl が、なんか、みんなの要望通りの、CD ドラマになって帰ってくるらしいから、なんか、ね、エッチなことでも頼めばいいじゃん。恐ろしい企画だわ。この、コロコロ兄貴は、みんなの意見やたら反映するからな。そして、学級王山崎の続きが帰ってきたよ。すごい。確かに、この先生ずっと絵を、ね、絵変わらないから、すごいよ。学級王山崎まんま帰ってきたよ。16年の時を経て復活。なるほどな。あとは何かあったかな。あと、ああ例の目の人。ミクロスを全然知らない僕ちゃんが適当に選んだカードをテーマに4コマを描くよ。はぁ、素晴らしい。あとはね。めっちゃエッチな映像が載って、見せられない。もうもはや服じゃないじゃん、これっていうの。見せられない。コロコロ兄貴はガチで青年誌だからな。なんかでも今回あれだもんね。
書店の人へとか書いてないよね。どうしちゃったの？なんか前まで、小学生が間違って読んじゃダメだから、なんか青年誌のとこに置いてください的なのが書いてあったんだけど。あれ？ないな。これか！さっきのこの、多分このキラキラしたバンドの漫画だと思ったんだけど。この衝撃。こんなにギターつけてて、なんかつけられてる感のある絵を描ける。天才かよ！この衝撃はすごかったわ。あとはね、なんだっけ。まあ、ちなみに、レッツ&ゴーの、え？あ、違うのか、びっくりした。レッツ&ゴーの青春中学生編、第2回目が載ってるよ。あとは？あ、ウィブレードまた新しく乗り出したんだね。こんなとこかな。とりあえずパラパラめくってる時に気づいたのはこんな感じ。デンジャラスリーマン。ちょっと見せる。青年誌だからな。おっぱい。ああ、おっぱい。大きいのでも、ちっちゃいのでもいいけど、おっぱい、ぱーい、ぱい、ぱい、ぱーい。しまった、青年誌を見てるせいで、深夜テンションになってしまった、おっぱい。おっぱい大好き、おっぱい、おっぱい、おっぱいがあれば何でもできる。落ち着くんだ。というわけで、ちゃうだ。いいのか悪いのかすらわからん。このすがすがしいまでの勉強しませんでしたが何かアピール。グッドグッター、グッドアイス。